まだかな。どこにいるんだろう。あ、ユミタンさんですか。あ、は。あ、ユミタンさんですか。はじめまして、ケンゴです。なんかちょっと店員さん遅いな。そうかな。うん、ちょっと呼ぶわ。すいません。あ、来た来た来た。ちょっとあの、早してくれへん？あの、メニューとか来てへんねんけど。あと、お部屋も早くして。うん。じゃ早くして、ほんま。またせんといて、あんまり。うん。あ、行って行って行って。遅い店員あかんな。あかんな。うんうんうん。まあ、忙しいんじゃないか。いやいや、ああいうのちゃんとできないとあかんない、うん。俺がやっぱ飲食やってたし、うん、ああいうの見ちゃうとすぐな、職業病出ちゃうね。さんって趣味は何かあるんですか？あー、趣味ですか？あー、うん、あんまりないですね。そうなんですね。休みの日とかって何されてるんですか？何にもしてないですね。あ、あ、そうなんですね。あー、へえ。よし、じゃあいただこうか。いただきます。うまいね。うん、おいしいですね。あ、ゆみちゃんなんかこういうの好きなの？あ、はい、すごい好きなんですよ。俺これもめっちゃ好きよ。うまっ。俺結構食べるの早いからさ、気にせず食べてや。普段休み何してるんですか？うん、休みないゲームとかばっかりしてるかな。え、てかさ、ゆみたんさ、あの今まで何人付き合ったことあんの？あー、数ですか？うん、そんなにないですよね。結構遅いやん、なんか結構チャラそうですさ。いや、全くないですよ。あんまり？え、なんかどんな人タイプなの？なんかそういうの教えてよ。今日さ、せっかくなんかマッチングアプリでやってさ、もうなんか親友みたいなもんやん。あ、もう親友みたいなもんやもん、何でも喋ろうや、ほんま。あとまあ結構さ、仕事も今めっちゃうまくいってるし、うんうん、まあ、結構大手のまあ企業ともなんか取引とかさせてもらってるし、最近ね、うん、結構まあ最年少でまあ結構役職とかもらっちゃってたりもしちゃうよ。うん、さ、マジでヤバい友達いるから、ほんまに俺の地元、いやマジで、ほんまもう福山雅治が繋がってたりするから、すごいですね。あ、もうヤバいよ。ユミタンって普段なんか何して遊んでんの？私ディズニーによく行ってるんですが、すごい好きで。あ、ディズニーなんや。あ、そう、年パス持ってるくらい好きなんです。あ、そうなんや。ちっちゃい頃は好きやったかな。あ、そうなんや。映画とかも見んの？あ、もう映画も大好きで。あ、ほんま。そうなんや。最近は見てないな、ディズニーも。若干でもあれさ、ちょっと幸せの押し寄り感ない？あ、若干。いや、そんなことないですよ。俺なんかな、もう15、6歳でちょっとそれ気づいちゃって、ちょっと冷めちゃった感じある。え、アナ雪とか見た？あ、見ました、見ました。もうすごい良かったです。あ、そうなんや。あ、そう思っちゃうタイプの人や。ああ、なるほど。ピュアやな、なんか。まあでもあれもさ、考えてみたらさ、そのディズニーランド、ディズニーシーンさ、なんか雪のエリアがないからさ、雪のエリア作りたいためにアナ雪作ったんかなとか、逆算的に考えたら、チープかなと俺思っちゃうかな。うん、まあ、今日は5450円から、ざーっと計算すると、1人。じゃあ、ほんの、ゆみたんさ、2720円だけもらっていい？2720円。うん、そうそう。あ、わかりました。計算早いね。頭でパッてきちゃうから。あ、うん、そうそう。俺2725円出すから、ちょっと俺多めに出すわ。あ、2700円しかない。あ、ほんまに？ほんならじゃあその、まあ、20円なんかコンビニでちょっとおごって、その分。なんかアイスとかさ。うん、ね、ゆみたんってさ、犬とか好き？犬大好き。あ、飼ってたことある？うん。あ、一緒やん、ほんなら。うん、やっぱ小型犬が好きかな。そう、今は飼ってんの？今飼ってないの。あ、そうな、一人暮らし、うん、でもな、うちな、あの、うん、ペット OK のマンションで、へー、そう、俺も一人暮らしだけど、犬いいね。へー、いいですね。小型犬、まあ、ちっちゃいの、うんうん、そうそう、いいね。めっちゃ人懐っこくてさ、多分ユミタみたいな人みたいな、うん、超喜んで飛びついちゃうやんか。へー、可愛いやんか、うんうん、え、見る？うちの犬。あ、でも今日はえ、そんなもう、あれかな、飼ってない、なんかもう、うん、全然いいけど、もう簡単にちょっと玄関でパッて見てもらうだけでも、あー、そう、もうぜひ抱いてほしい。 あ、でもあれだって今日はあのこの後あのちょっとね、 DVD 借りに行かなきゃいけなくて。なに？ DVD そう、あの、ちょっとディズニーで見たい映画があって。あ、ディズニー好きなん？うちな、うん、あのディズニープラス加入してるから、ツタヤ行かんでも、うん、どんなピクサー映画のディズニーが見放題、プリンセス系も。
俺の友達がさ、結構なんか最近出会いないとか言ってさ、困ってんねんけどさ、うん、なんかユミタの友達とかも結構女の子いたりする？あー、そうだね、や、うん。あ、マジで？うん。あ、まあ、うちもなんか3人ぐらい男いんねんけど、3人ぐらい友達いたりする？あー、いるいる。あ、マジで？じゃあめっちゃちょうどいいやん。うん、せっかく今日さ、出会えたしさ、うん、俺らしたよ、なんかその、合コン的な？なんか、やったらさ、もっとか楽しくなるやん、この輪が広がってさ。あー、うん、そう。結構イケメン多いで、うちの。友達ほんまに、イケメン多いしさ。そうなんだ。うん、考えとくわ。オッケーオッケーオッケー。ほな、じゃあ今度また、来月ぐらいにちょっと一回やるわ。また連絡するわ、うん、それ。わかった。うん。はい。オッケーオッケー。